はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルージーです。信長の野望創造戦国歴史伝、続きをやっていきましょうということで、尾張奪還作戦頓挫している中なんですが、今回こそね、尾張を送っていきたいなということで大動員を行っています。北はもう青森、蝦夷から軍勢を一度美濃近辺に集結させる部隊と、あとは北陸の方からはこの越前に軍勢を集結させる形にしています。なので越前と美濃にそれぞれ軍勢を集結させた後ですね、越前方面は越前を平定しつつ近江からなだれ込む作戦で、一方美濃に集結した部隊はそのまま尾張へなだれ込むという作戦でいきたいと思います。では早速やっていきましょうということで、そうですね、まずは交渉に対して少し残り2ヶ月間で信用が60しかないので、このままだと6ヶ月間しか、そのいわゆる同盟が結べない状態になってしまうので、北条に対して贈り物を送って信頼にしておきましょう。さあ、これででは開戦していきます。まずは軍勢の集結を待ちましょう。で、出てくる敵に関しては今いる部隊だけで十分に迎撃できるかなと思いますので、誰が討ち死にしたかというと、高梨内規が討ち死にか。これ真田丸で結構登場しましたよね、内規は。で、今、美濃白河に敵が攻めてきてますね。内藤対7000。あとは、東禅寺対2000。合わせて約1万の軍勢ですね。で、吉川元春がいるよ。元春が邪魔なんだよな。元春の能力値見てもらうとちょっと見づらいかもしれないんですけど、統率が130、武勇が133、包囲力が120って、これ信長を超えてますよね、能力的にはもう完全に。これを退けるためにどうするかですが、海の隊は、このままだと兵糧を切らすので、一旦大道場に戻しましょう。で、大道場に戻したら、この大道場に戻した部隊を、もうやっぱ6ヶ月しか同盟が結べないね。なので6ヶ月経つ頃にまでに、もう一度贈り物を送っておかないとちょっと危ないかもしれないですね。犬山城に牽制の部隊を送りましょう。で、飯田城では、やっぱり元康か。元康は後の家康ですね。ちなみに家康の能力が守備力130、攻撃力125、包囲力が126。包囲力こそ吉川元春よりも上ですけど、統率攻撃力に関しては元春の方が上ですからね。いかに元春が優秀な武将かというのが分かりますね。で、美濃白河が囲まれてますが、美濃白河に関しては増援が出ているので、5詰めですね。5詰めが出ているので問題はないでしょう。で、社の部隊を、そうですね、犬山城に上から当てていきますか。美濃白河、稲葉山を経由して犬山城に当てていきましょう。で、犬山城にその頃に部隊が間に合わなければ、一旦稲葉山で待機。逃しはせぬ。出陣する。お味方が討ち死にしました。敵将捕縛した。包囲します。犬山城の包囲の部隊の部隊数がちょっと足りごて命ないをです報ね。告いたす。先月敵のの収増支援でが出す。て報こ告ないいたす。後期なので、これを逃す手はないということで、このまま犬山城に承知いた攻し撃まし隊を送た。りましょう。で、軍勢が集結しているところがあるかというと、まだ集結はしてないが、一乗谷に軍勢が足りないですね。一乗谷の、耐久が1万2000あるので、1万2000を超える軍勢を送らなきゃいけないので、出陣します。乗りまさん、あとは大聖寺から粕山を送りましょう。これで1万2000を超えますね。で、谷隊は上原城に向かってますが、上原城に戻す言われはないので、これも犬山城に向けましょう。おっと、長すぎるって言われちゃいましたね。そしたら一度関まで承知いた戻ししまます。す。我が領内に敵が迫っ桜ており山ま城す。に我敵らのに軍勝勢。てると思っているのか。
朝倉山城の情勢を見ると522しかいないですが、朝倉山城にはこの後続々と五詰めというか集結地になっているので部隊の問題はないでしょう。で、飯田城はこのまま行けば落とせるというか落としたので、飯田城の軍勢をこのまま末盛城へと向けましょうか。ただ犬山城が落ちないと犬山城が全部経由する形になりますね、終わりに入るためには。なので、稲葉山を経由して清須に対して攻撃隊を送りましょうか。一度稲葉山に集結させましょう。かしこまります。海の白川の集結している軍勢をそのまま大垣に当てましょう。大垣にいる部隊がこれで合計2万ぐらいの軍勢になるはずですね。これを大垣に当てたいので一度稲葉山にこれも集結させます。報告いたす。犬山城の攻防がかなり佳境に入ってますね。は、承知。承知いたしました。お任せください。我が戦お見せしましょう。これで粕山城も取れれば越前は平定間近かな。稲葉山に一旦集結した軍勢を清須へ当てていきましょう。お任せください。かしこまりました。戦場へ参る。敵将捕獲しました。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。で、鳥峰にいる軍勢1万、これは使えるな。この軍勢をそうですね、どう当てていくかだな、まあ、これも清須に当てた方がいいでしょう。清須は守りが固いことが予想されますからね。出陣するぞ。包囲しろ。敵将信繁が撃たれたか。信繁が撃たれるって相当だな。敵は誰だ。表情を始めましょう。報告いたす。報告いたす。いや、人材失った。石川一正か。石川一正に撃たれたか。ちょっともったいなかったな。そしたら谷隊はもう400しかいないので一旦兵を戻しましょう。で、ちょっと兵の数が足りないので、ここで5000以上の兵が集結しというか、あの回復しているところからは、増援というか、5詰めの部隊として部隊をさらに展開していきましょう。基本的には稲葉山に全部集結をさせるっていう方針でいきましょう。で、集結次第、軍勢を尾張へ向かわせるという作戦に変わりはないですね。基本的には5000以上の軍勢が整っているところから出陣させていきます。まあ、ここは兵力に物を言わせるしかないので、コンピューターの方はね、こういう運用ができない。例えば四国にいる軍勢をこの美濃方面に振り向けるとかっていうことが多分ね、できないんじゃないかなと思うんですよ。今長級の設定でやってるんですけど、長級の設定でもそれをやってくることは見たことがないので、まあ、ここは多少めんどくさいですけどね、手で自分で動かしているっていう強みを最大限に生かしていきましょう。
尾張の攻略が済めば一気に多分近畿まで、まあ、機内かな、機内までなだれ込めるんじゃないかなと思うんですよね、軍勢を送る意味では。その意味ではこの犬山城を早く落としたいな。犬山城を落とせば尾張への、まあ、進路がいくつか複数用意される形になるので、そうすると強撃だったり三方向からの攻め立てだったりっていうのが、まあ、だいぶしやすくなるので、そういう意味で言うと尾張への進行路になっている犬山城をいち早く落としたいかな。大体集結しているのはこれくらいですかね。この辺も8000クラスの軍勢が整ってるな。工藤正光に村上義樹を、心強いですね。さらに7000、サイゾーか。ただここは今は出払ってるね。となるとこれくらいかな。堀秀春、これも出陣させますか。これくらいで一旦様子見しましょう。で、稚魚を与えていきます。今与えられるのは、あ、そうか、稲葉山が直轄になってるからだな。じゃあこれでいいかな。待って待って、一応配属で確認しましょう。そうだね、稲葉山に人が今入ってない状態になってると。稲葉山にはこの後正嗣自らが入りたいなと思ってますんで、ちょっとこのままにしましょう。で、犬山城の戦況がよろしくないな。数正に当てていきましょう。で、あとは清洲城の攻防もちょっとあんまり良くないね。秀政が2400まで減らしてるか。ちょっと一旦退けたいけど、今退けると一気にこちらが不利になるんで、もうちょっと耐えてもらってる間に増援を清須に向かわせましょう。天下に問う。よし、粕山城は取りましたね。粕山城を取った部隊で一条谷をさらに包囲しますか。で、カズマスの部隊を海上から金ヶ崎に向かわせましょう。承知いたしました。で、同時に陸路からは正幸部隊を金ヶ崎。お任せください、お任せください。場合によっては小谷城からさらに5詰めを送りましょう。気になるのが、北条との状態ですが、信頼になっていて同盟期間が残り2ヶ月か。次のターンでまた贈り物を送っておきましょう。追加で贈り物で、犬山城の方が日頃不足になりそうだね。今いる部隊が24日、68日、87日となると、一度犬山城に差し向けている部隊たちを撤収させて、代わりに送り込む部隊をそろそろ送っていきましょう。郡上八幡にも部隊は集結済みなので、これも犬山城。お任せください、承知いたしました。で、代わりに兵糧が不足している雪村隊は返しましょう。城に戻るぞ。で、稲葉山城には敵の部隊が攻めてきてますね。これを郡上八幡の部隊、大谷義次で迎え撃ちましょう。やっぱり犬山城が硬いな。犬山城をちょっと力攻めで落としちゃいますか。軍勢が整った段階で取り囲め。ここは力攻めで犬山城だけは落としましょう。どうしても欲しいので。さて、敵は167しかいないんであれば、力攻めでガシガシ押していきましょう。
引き。かかれ。退却する。この戦、必ず勝つ。この戦、我らの勝ちだ。よし、増援だ。味方の増援が来てるので、このまま敵をゼロにできれば、これで落とせるはず。犬山城落としましたね。じゃあ犬山城の部隊をそのまま名古屋城へ向かいましょう。承知いたしました。で、鳥峰に集結しているこの部隊をそのままキヨスに向けます。キヨスが落とせなかったからな。で、北陸の方の情勢をちょっと確認しておきましょうか。で、残りが期間が短くなってきているので、また6ヶ月延長して、かつ贈り物を送っておきましょう。本当はね、北条とはもう24ヶ月くらいの同盟を結んでおきたいんですけどね、ちょっとそれが今かなわない状態になってますんで、しょうがないですよね。で、治療はそうだな、信長に犬山城返しましょう。あと勝山城も与えちゃいましょうね。金ヶ崎は取った。さすがだな、正幸の部隊は。じゃあこのまま正幸の部隊で一乗谷に時間かかってるね。兵糧大丈夫？大丈夫だね、兵糧は大丈夫で、足利義輝、鳥居正成、これ合計3万もいるのか。この3万の部隊壊滅させましょう。特に義輝は邪魔なんだ。これを野戦で撃破。問題はこっちだよな。だいぶ部隊がスタックしちゃってるので、一部の部隊を迂回させて、キヨスを背後から襲いましょう。承知しました。敵を追い詰めろ。ご命令を報告いたす。終わりの半分ぐらいはこちらに入ってきたかな。贈り物はまだ送れないので、この状態にしましょう。で、稲葉山に集結している部隊をこのまま大垣城に向けましょう。承知いたしました。はっ。で、小谷城の安全が確保されたので、小谷城から大垣城に出陣。それで稲葉山の部隊はよくてだ、残り清須、末盛、名古屋、この辺りを一気に取りたいですね。出るぞ。で、どうなってるかというと、名古屋城の方はよくて、木曽義政隊が余ってるので、これを差し向けましょう。で、稲葉山城を守備した部隊は末盛城へ攻撃隊として出陣。で、集結してしつつある部隊がいれば、それを末盛城、もっと長すぎるか、末盛城を取ればほぼ決するかな。で、こっちは金ヶ崎城が危ないのか。そしたら金ヶ崎の防衛部隊を出しましょう。お任せください。一乗谷がやっぱり落ちないな。硬いですね、一乗谷は。このままだと一乗谷の部隊が少し兵糧が危なくなってくんだよね、きっと。なので一旦返していきましょう。30未満は、おっと、ここはもう完全に枯渇してるね。朝倉山から信忠、勝山城から相馬、さらに大勝寺から勝山を出して一乗谷の方、
大垣城の攻防は継続中で、清洲城は問題ないでしょう、兵力差的に。問題は名古屋城だな。名古屋城がかなり苦戦してるんで、ここは小次郎、小次郎、名古屋城、背後から襲わせましょう。阿部さんが討ち死にしてるね。そうするとちょっと兵数が足りなくなってきてるのが清洲城攻めの部隊ですね。清洲城攻めの部隊の兵数が足りないので、岩村城から増援。出陣するぞ。で、名古屋城の攻防は一旦諦めて引きましょう。非常します。ちょっと想定外に北陸方面が手こずってる分、北陸からの越前方面からの部隊の集結が間に合わない状態になってますね。とか大垣城を取れればだいぶ流れが変わりそうなので、大垣城方面に部隊を振り向きましょう。行状を始めましょう。報告いたす、報告いたす。で、正嗣が帰れないんですよね。ここに2万の軍勢で足止めを食らってるので、そうすると、鳥峰に集結したこの部隊を名古屋城に当てるか。承知いたしました。いや、清洲城がまだ落ちてないんだな、よくよく考えると。敵将、捕獲しました。出陣します。敵将、撃ち取った。逃げることはできぬぞ。出陣します。行状を始めましょう。報告いたす。残り2ヶ月しかないのか。となると贈り物がまだ送れないんだよね、北条には。ちょっとここ本当タイムラグを気をつけないと、いきなり北条から宣戦布告を食らう可能性がありますね。敵将を捕らえた。逃げ道は与えぬ。で、稲葉山に集結した部隊はどうしても名古屋城は欲しいんで、名古屋城を2方向から攻めていきましょう。村上義清が討ち死にしたか。末盛城を攻めてた部隊が壊滅してますね。報告いたす。そしたら名古屋城に牽制のために部隊を出しますか。一条谷がなかなか落ちないね。本当に一条谷落ちないな。ここまで固い城ってなかなかないと思うんだけどな。しょうがない、一度部隊を撤退させますか。一条谷には残念でしたけどね。金ヶ崎は一応防衛のために部隊を残しておきましょう。出陣するぞ。で、今清洲城ががら空きになったんで、清洲城を攻めましょう。お任せください。出陣するぞ。おーいせよ。行状を始めましょう。報告いたす。敵将は捕らえたり。逃げ道は与え。出陣します。敵を追いつめ。いやー、ここは本当に激戦だな。しょうがない、ここは名古屋城も。行状を始めましょう。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。力攻めにしちゃいましょう。大垣城の部隊はどうしても落とせないと思うので、今の部隊数だと。ここは力攻めで一気に清洲城を奪いましょう。
まあ、敵の部隊数が1万5000はいないはず。1万600か。味方には増援があるはずなんで、まあ、ちょっと兵力分散させてますけど、まあしょうがないですね、ここは。釘付けにしておいて、その間にあっちの城門を破壊してもらえればそれで OK ですね。敵の増援か。やられたか。敵城門突破しました。かしこまりました。敵の増援か。しかも元康か。元康が来たらここは引くしかないな。家康が相手ではちょっと勝ち目がない。ちょっと残念だったな。犬山城しか取れませんでしたね。終わり。近辺で言うと北陸の方では一城谷が残ってますが、金ヶ崎と笠山城は取りましたというところと、あと飯田城も取りましたよね。飯田城もで、軍勢で言うとだいぶまた回復はしてきているので、ちょっと今回のターンではなくて次の回に持ち越しにさせていただきたいなとは思うんですが、再び尾張への第二次侵攻作戦を取っていきたいと思います。相変わらずでもあれだよね、今川の方もまだまだ余力残してますね。で、九州方面は依然大友が九州へ今川を上陸させないぞと頑張ってくれてますね。ちなみに軍勢の兵力でいうと大友が59万、今川が140万、だいぶ減らしてますね。で、我が方が73万、ちょい増えてるかな。で、北条はもう戦闘がないですからね、合戦してないんで80万っていうところですね。ちなみに今川と北条はぶつかり合ってはいないんだな。この辺りね、小田原3万、さらに駿府にも2万とかの軍勢がいるんで、これを一気に遠江から三河に侵攻させてくれるとこちらとしてもだいぶ楽になるんですけどね、なかなかそういう作戦は取ってくれますかな。はい、というわけで今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。